絵になる選手がいないってことか。その辺は任せて作っていくか。ビッグボス。日本ハムで一番の人気者は誰ですか。ビッグボスではないのかな。いえいえ、キツネダンスです。パリーグ TV 再生数1位と2位に躍り出た。選手の動画じゃありません。チアガールの踊りです。キツネダンスに便乗し、ハムの選手も踊り出す。朝間は野球の時よりもダンスの方が楽しそう。ちょっとセグじゃね。日ハム応援チアガール、チームの垣根を越えてきた。対戦相手のホークスの松田もキツネを踊り出す。新庄剛志が言っていた、スター候補が5人います。もしやそれは選手じゃなく日本ハムのチアガール。交流戦でセリーグもキツネの魅力にはまり出す。中毒性の高いダンス、セリーグチアもしないかな。ビッグボス。絵になる選手がいないってことか。